猛暑真っ只中の8月12日、A フラットオブサークルのデビュー15周年、記念公演ライブ AT 日比谷野外、大音楽堂は、立ち見も含めた完全、ソールドアウト、3時間超え、全32曲の熱演で幕を下ろした。そのステージでリリースを発表しつつ、まだできていないと語っていた、ニューアルバム、ワイルド・バニー・ブルース、ノウサギのブルースの完成だ。これまで以上にソリッドなロックが詰まったアルバムには、山小屋でメンバーと向き合って生まれた楽曲や、ノーオンでオーディエンスと向き合って生まれた楽曲など、外に目を向けた、佐々木亮介の葛藤と愛情が満ちている。前作、花降る空に、不滅の歌をで、気づけば、結局佐々木亮介、月夜の道を俺が行くと自らをぶった切っていた佐々木は、どんな道のりを経て、今作を作り上げ、どんな思いで、武道館という目標を見据えているのか。どんどん、むき出しになっている心境を、じっくり語ってもらった。4人で集まって、俺は、君たちが好きだ。それができたツアーかな、まずは、の感想からお伺いできればと思います。3時間に及ぶ大ボリュームのライブでしたが、振り返っていかがでしたか？佐々木、10年前のノーンライブには悔しい気持ちもあって、さらにその後、事務所が崩壊して独立したり、メンバーチェンジを繰り返したり、なかなかうまくいかない時期に突入したんですよね。だから、個人的なノーンへのリベンジと、もう一回バンドを作り直した10年間を、振り返るようなエモさもありました。あと、ノーンに向かっていく、流れの途中で、ドラムのなべちゃん、渡辺はじめ級と10年ぶりくらいに2人で飲みに行った、時、このままだとバンドを続けられないみたいな話を、なべちゃんからされたんですね。脱退を視野に入れた発言ですか？佐々木。そういうわけではないんですけど、俺は、体が動く限りバンドを続けたいし、今のメンバーでやりたいから、これはどうにかしないと。という思いで、楽曲、ゴールドディガーズ、2023年9月発表で、武道館飛んだ3年後って宣言したんですよ。そういうことがあってのノーンだったから、とにかく先へ行くために、最高の形で成功させないと意味がなかった。確かに、今できることを全部出し切るんだっていう気迫を感じました。ステージセットもほとんどなく、照明も最低限で、バンドだけで見せるスタイルも潔くて、佐々木、そうですね。今はどんどん削ぎ落とすモードになってます。最近、自分がロックバンドに感動してるポイントって音楽的な成長とはあんまり関係ないなと思って、現代的にアップデートしていくのはむしろ逆で、ティーンエイジャーの時にうさっと来たようなことが一番大事なことなんじゃないかって。だから、今は曲を作る時もどんどんシンプルになってるし、言葉も、これ、歌詞って呼んでいいのか？ってくらいむき出しにしていこうと思ってる。それがライブにもつながっていて、誰も気づいてないと思うけど、ボーカルのフロアモニターも置いてないんですよ。俺、 A フラットオブサークルデビュー15周年記念公演ライブ AT 日比谷野外大音楽堂2024年8月12日月祝東京日比谷公園野外大音楽堂へ。ライブのステージ上で演者がバンドサウンドを正確に捉えたり、自分の声を返してもらうためのスピーカーですよね。佐々木、そう。それに足元のギターエフェクターとかボリュームペダルも全部なくすっていう、みんなにあまり伝わらないボケをかましてます。かっこ笑い。モニターって東京ドームとかでやってる人のためのものじゃね？って感覚があって、武道館まではモニターなしで行けると信じてる。むしろ中音を排除してイヤモニだけでステージ環境を作るバンドが増えてる時代ですけど、佐々木、俺の中でイヤモニはつけてるだけでちょっと減点です。かっこ笑い。
ああ、音源通りにやりたい人ねってことで、厳しいカッコ笑い。佐々木、入場時の SE もなしにしたんです。SE があって、ちゃんとモニターを聞いて、で誰かがやってるフォーマットを真似してるだけだなって思ったんですよ。この先、フラッドらしく成功するってどういうことなのかを考えたら、研ぎ澄ますことじゃないかなと思って。逆に言えば、研ぎ澄ました時に面白い音楽とか、言葉、人間性が出てこなかったら、もう、俺たちには勝負するものがない。38歳まで死にもせず、止まりもせず、生き延びちゃったからこそ、俺たちだけは、もう一回ロックミュージックの何が一番ドキドキするのか、それを、俺たちなりのやり方で挑戦しないといけないんじゃ、ないかって。そう考えた時に、すべてをそぎ落とす方向に行きました。そのスタンスが、A フラットオブサークルのライブとしてちゃんと形になっていたと思います。佐々木、そうなってるといいですけどね。悪あがきを見せてる感じです。かっこ笑い。飲んで新曲として披露されたのが、虫けらの歌で、会場で聴いた時は、エネルギッシュで前向きなロックに聞こえたんですが、改めて聞くと、ノンの前に、いろいろ危機があったんだろうなということが伝わってくる、歌詞になっています。佐々木、そうですね。さっき言った鍋ちゃんの話と、その後にもいろいろあったんですよ。まあ、大変のアピールするのも恥ずかしいんですけど、3月頃に自分がやってる事務所のスタッフが辞めるという話になって、どうしようと悩んでたら、10年以上一緒にやってきたレコード会社のディレクターも辞めるって話を聞いて、マジで?っていう状態になったんです。そういうことが重なったんですね。佐々木、ただでさえ、鍋ちゃんとの話とか、去年、青木哲、G が入院しちゃったことで、バンド内が不安定だったから、ここで体制が崩壊するのは本当に危ないと思って、メンバー4人で集まって話したんです。まずは、この4人ありきで、俺はメンバーが好きだからやってるということを伝えないといけないと思って、俺は君たちが好きだって愛の告白から始めました。環境よりもまずは4人なんだという気持ちを共有したことで、ぐっと距離が近くなって、今思えば追い詰められたおかげで4人が向き合えたので良かった面もありましたね。度重なるメンバーチェンジや事務所の独立を経て2016年に哲さんが加入してようやく落ち着いたと思ったところにそんな事態が。佐々木、俺もそう思ってました。かっこ笑い。バンドがやっと固まったと思ってたけど、やっぱり目に見えないものを俺が作ってたんだなって実感しました。でもここがおじさんになったなと思うところなんですけど、あ、曲のネタができたじゃんって。さすがかっこ笑い。佐々木、経験上、曲を書くという行為はネガティブじゃないって知ってるから。発端はネガティブな気持ちだったとしても、それを伝えようという感情自体は超ポジティブじゃないですか。だから、虫けらの歌を書いてる時も、変に希望の歌にしようとは思わなかった。冒頭から、こんな日がどうせ来るって分かってた。また一人俺を離れてくと。佐々木、そう。結局自分の問題だから、俺には本当に人を幸せにする才能がないなって思ったんですよ。卑屈になってるんじゃなく、普通にそう思ったし、それでもまだやるんだっていう思いの方が強くて。どうして、それを歌うのかって、それしか歌うことがないのもあるんだけど、脳に集まった人たちもそうなんじゃないかなと思ったんですよね。人生イケイケでうまくいってたら、A フラッドオブサークルを聴かないでしょ、かっこ笑い。人生こんなもんかって分かってきちゃった人に、まだ行こうとしてる奴がいるってことを伝えたい。俺の生き方はこれだけという叫びに全てが詰まってる気がします。
佐々木、だから意外と俺は元気なんですよ。悩んでても曲はかけてるし、バンドを組めてるんだから。14歳の時に描いた幸せは手に入れてる。だから欲張りなんでしょうね。まだ生き延びようとして終わらせる勇気がないんですよ。